皆さんこんにちは。高安と言います。よろしくお願いします。普段は専門が有機化合物を作っているっていうそういう研究をしています。それで有機物はですね、1828年に上浦っていう人がたまたま間違えて初めて作ってしまったっていうので、有機化合物が人間の手で作れるようになってからまだ200年経ってないという、まあ学問です。で、僕のやってるのはその下から2番目あたりの、その例えば東北大の野添哲夫先生っていうのが、ヒノキの匂いのもとを、抽出したと。で戦時中だったので論文を敵国語で書くわけいかないっていうね、日本語で書かれてたがために、なかなか世界で知られていなかったと。で70何年になって初めてドイツの先生が、いや僕より先に作った人いるよというふうに言われて、有名になったそうです。でもうちょっと長生きすればノーベル賞を取れたんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、残念ながらノーベル賞を取る前に死んでしまったと、亡くなられてしまったという先生ですね。それで僕やってるのはその北高族っていう化合物で、ここだとベンゼンとかナフタレンって多分見たことあると思うんですけども、六角形の化合物です。で僕やってるのは天の弱な性格なので、下にあるように七角形と五角形にずらして、ナフタレンをずらしてあげるとアズレンという物質になります。でちょっと写真暗いんですけども、まあ、こんな色の結晶が取れてきて、でそれを、ほんのちょびっとだけなんですけども、平気さん、有機溶媒溶かしてあげると真っ青な綺麗な、溶液になるっていう物質です。でナフタレンは色が全然ないはずなのに、アズレンにすると色が出てくるっていうんで、歪ませてあげると面白い化合物っていうんで、こういう歪んだ北高族 を研究しているという人間です。ちょっと写真くれな、これマーアズレンって、うがい薬に使われているやつです。で、最近になってそのアズレンがその薬として使われてたり、あとは、薬飲んだ時に湯が荒れないようにっていうのに、使われてたりというような、炎症を抑える薬として開発されているようなアズレンという仲間がいます。で今日喋るのは、ホルモンの話をちょっとしようと思って、持ってきました。で、ホルモンというもの自体も、1900何年というところで、まだ、見つかってから100年ちょいというところしかなってない。で、胃であるとか十二指腸とかそういうところで、セレクチンとかガスポリンという物質が見つけられて、で、ホルモンという概念がスタートしましたというような、まあ、言ってみれば最近見つかって、でものすごく発展して、この 短期間で発展していろんなことが言われるようになっている物質の一つです。で、その後、いろんなものがたくさん見つかっていますと。で、そのホルモンの定義、まあ、いろいろあると思うんですけども、最近はその環境ホルモンというように、まあ、拡大解釈された言い方まで含めてホルモンという単語を使われています。必要な時に必要な場所で必要な量だけ体の中で普通は作って、で、伝達して、でそれなりの、生命現象を起こして、で終われば、消化されて、消化じゃないや、肝臓とかで分解して、体外排出されていくという物質なんですけども、その例えば拡大解釈されている仲間として、ホルモンに似た物質ということで、例えば腎臓でスタートしてレニンという物質があるそうです。でそれが、肝臓に行って別の物質、玉突きでどんどん、スタートしていって、最後働くのがアンギオテンシン2とかいう物質が、ホルモンの働きをするんですけども、スタートのその物質がないと、ホルモンとして働きしないと、玉突きのようにこう仕事をしていって、最後だけいわゆるホルモンの働きをしてるんですけども、そのスタートの物質がなきゃ働かないんだから、それもホルモンでしょうというふうに、拡大解釈されているような仲間まで含めて、ホルモンという定義になってます。で、あとはどこから出てくるか、細胞の近く、あるいは自分の中で出てきて、隣に手渡しして何か仕事しなさいってこう合図をやるものから、もうちょっと離れていって、最後は、血液とか、リンパに乗っかって、体の中動き回って、情報伝達していってというようなものまで、いろいろいます。
で、拡大解釈の仲間としては神経に伝わってホルモンと同じ働きをしているっていう場合があります。あるいは、人間だとないんですけど動物だったらフェロモンを出して仲間を呼び寄せると。で、そういうようなものまで、だから要するに体の中で収まってない、ホルモンという呼ばれるもの、まあ、一般的にはフェロモンと呼ばれてますけども、そういうものまで含めて、ホルモンの仲間と。で、あとはどこで作られてるかっていう分類でちょっと細かいんであれですけども、頭の方から下に向かってって、見えない視床下部で副腎皮質ホルモンを出せというホルモンがスタートにあったりします。で、消化体に行くと今度は副腎皮質ホルモンが出てきてというふうに、玉突きで出てくるような、いろんなホルモンがいます。あとは、性ホルモンとかいろいろあります。またうちのかみさん甲状腺が悪いんですけども、まあ、甲状腺のところで働くようなホルモンとか、あとは副腎皮質、僕昔アトピーだったので、まあ、今もアトピーですけども、副腎皮質ホルモンの入った薬をとかいう、あの副腎ですかね。で、さまざまなところで、ずっといて、胃のガストリンとか十二指腸っていうのが一番最初に見つかったやつらというようなところまで、いろんなところのホルモンの仲間がいます。で、これが多分ホルモン研究している人の分類の仕方なんでしょうけども、僕はあの化学をやってるとあの構造式が興味あるんで、こういう分類の方がむしろ落ち着くっていう分類です。一番上ステロイドホルモンで、原料コレステロールです。だからあのコレステロール取りすぎちゃダメっていうんですけども、取らないと人間として生きていけなくなっちゃうんで、取りすぎるとこうなってしまうんですけども、コレステロールが原料として、体の中で、作り直していって、男性ホルモン、女性ホルモン、あるいは、黄体ホルモンまで、変換していったりというような仲間がいます。で、こういう絵を見ると僕は、落ち着くと。で、コレステロール、左上のやつです。六角形が六角形六角形六角形で、最後五角形があって、あとヒゲが生えているようなコレステロールで、体の中でこれを原料に、作り直していって、2つ目がテストステロンって男性ホルモンを作ってあげると。で、形が結構似てるんですけど、まあヒゲの部分がいろいろ形変わってると。で、こういうなんでこう変わるとそういう働きになるのかなっていうのは興味あるんですけども、で、さらにこの男性ホルモンをいろいろ変換していくと女性ホルモンに化けていくというふうになります。あとは左下も、副腎皮質ホルモンもそんなような形で、こういうのは世の中に結構あって、ビタミン D とか似たような骨格らがたくさんいる中で、こんなのが原料として取り込んでいろいろ作り直して体の働きに役立ってるよというやつらです。最後2つは、薬です。実は、体の中で作ったものではなくて、2つとも残り2つ女性ホルモンの薬だったと思います。で、一番こっち側のラストのやつ、エチニルなんとかっていうやつは形がほぼ似てるので、まあホルモンの働きするんだろうなって分かるんですけども、この真ん中の下の真ん中のやつ、割と形が違うんですけども、これ、結構効き目のある女性ホルモンだそうです。なので人間は結構、騙されてしまう生き物なのかもしれないです。よいしょ。2つ目、ですね、見えない。ペプチド、タンパク質です。タンパク質、アミノ酸がたくさんつながって、ホルモンになってるよっていうのもあります。で、一番ちっちゃいのがアミノ酸3つで甲状腺を出せという命令を出すホルモンがアミノ酸3個だそうです。で、一番大きいやつはアミノ酸191個つながってるやつだそうです。ヒト成長ホルモンはそんなような仲間だそうです。で、もう模式図にしてしまったんですけども、まあ、甲状腺をホルモン放出しろというホルモンは見えない。グルタミン酸とヒスジンとプロリンっていう3つの物質がつながって、最後なんかヒゲが生えてますけども、そういうやつで、まあ、コントロールをしているよと。で、インスリンの場合は、紐が2本、まあ、つながったような形で、最初だけ3つだけ書いたんですけども、インスリンの場合は、51個、アミノ酸がつながっている物質だそうです。で、
これが体の中で作れない人は注射で補ってあげるっていう必要があるっていう物質の一つですね。3つ目4つ目、まとめてになっちゃうんですけども、アミノ酸、の構造をさらに、体の中で変えたホルモンっていうのがありますよというそうです。チロシンから、なんか作り直していくとアドレナリンとかドーパミンとか多分聞いたことあるような物質が、体の中で作られているそうです。あとトリプトファン、確かお肉に入ってた物質だと思うんですけども、それを取ると、消化体ホルモンが出来上がるそうです。で、アドレナリンとかメラトニンというような仲間は全然アミノ酸の骨格を残してないような気がするんですけども、ああいう物質だそうです。なので割と簡単な構造でいろんな体の働きをしてくれるんだなっていうのが、まあ見てると僕は面白いと思ってしまうと。で、最後のやつが、脂肪酸由来で、必要なホルモンだそうです。で、プロスタグランジンという物質で、他の、薬なんかは多分、トンスケールで多分年間合成しないと多分足りないんですけども、このプロスタグランジンは年間 10g 作れば日本人 の病気の人を救うのに十分な量とだそうです。で、某会社で、年間 10g 作ってその会社の6割ぐらいがこれで儲けてるっていうふうに言ってたことが聞いたことがあります。で、今は特許切れちゃったんでその後どうなったかちょっと分かんないですけども、で、10g ぐらいを作るとなれば僕らが普段大学で合成してたりとか、あるいはここで実験してる、操作で普通に作ってるそうです。で、普通に分けて、それで、売っていると。で、それで会社の6割の利益が出てくる物質のうちの一つだそうです。プロスタグランジン、妊娠の時の、吐き気止めとかいろんなところで本当に少量で、よく効く薬だそうです。で、なんか人間刺激を受けると、左側のルートがいわゆる、ホルモンを出していってると、副腎皮質ホルモンを出せという命令がいて、次の期間で、ちゃんとしたホルモンを出して働いていって、で、血糖値が上がっただとか免疫が下がったとか抑えられたというふうに、まあ、下したか落ち着いたかとか、なんかそういう命令が、最終的にはたどり着くと。で、人間の場合、複数のルートが準備されてて、右側行くと今度は交感神経に電気信号として伝わっていくので、ホルモンの物質全然関係ないんですけれども、臓器に行くとその信号を受け取って結局は、アドレナリンとかいろんな物質を出すので、働きとしてはホルモンと同じ働きをしているという意味で、拡大解釈されたルートであったりするそうです。時間足りないか。で、小さい物質であれば、細胞の中にポンと入り込んでいって、なんか仕事をしていくんですけども、でかい分子でその細胞の中入れないよっていうと、むしろ細胞の外に受け手が手伸ばして待ってて、でそこにカポッと入るとなんか仕事をしてくれるというような仕掛けで仕事してるそうです。それで、環境ホルモンで、問題になるのは、なんとかっていう動物の、メス科だオス科だというところで、結局はその性ホルモンのところに悪さをちょっとしてくるよという仕掛けです。で、人間の場合でいくとなんか、受精後4週目でもう男か女かが決まっていくっていう、まあすごい仕掛けですね。で、どちらかが始まると男性ホルモンを女性ホルモンだけになっていくっていうすごい仕掛けになっているそうです。で、普通は、必要な場所で必要な時に必要な量だけ、食べ物を食べて消化しないといけないので、血糖値が上がるとどうのこうのという作業をして、で消化が終わったらいつまでも血糖値高いと困ってしまうので、消えていくはずなんですけども、それが普通のホルモンなんですけども、環境中にその似たような働きをするやつが最近になっていろいろ見つかってきたと。で、そうすると体内の濃度と全然違う濃度で動きが始まって、いつまでも血糖値高いとか、あるいは血糖値が上がらなくて困っちゃうというようなことが起きていると。で、
量がおかしいし、必要でない時に働き出しちゃったりとか、そういうんで、これはまずいぞっていうのが、まあ、20世紀末前世紀のお尻あたりから、騒がれ出してきて、でそういう内分泌撹乱物質をどうしようかというような法律ができてきたそうです。だから、まあ、僕らから見れば1991年にやっとスタートしたっていうのは本当につい最近だなと思うんですけども、まあ、高校生の皆さんだとまだ生まれてないからすげえ昔に思うかもしれないですけど、で日本が95、6年ぐらいからなんかスタートしてるんですけども、これ2000年でもまだ中間報告っていうことで、完成はまだしてなかったりするというので、本当につい最近の、仕事がずっと続いてる、実は続いている世界です。で、これも普通はあの鍵と鍵穴の関係で説明されて、例えば2本の鍵ぐさっと刺さってくるっと回って、まあ、仕事をしてくれるというはずなんですけども、環境ホルモン、鍵の部分は似てるんだけどお尻の部分が違うので、体の中で作ってないやつが入り込んできて鍵をくるっと回してしまうというので困るよというのが2番目の環境ホルモンの働きと。で3番目は、鍵穴に刺さるんですけども、2つとも刺さってないので回らないので、そういう体の働き、スタートしないというやつらです。だから、例えば初期の花粉症なんかはあのブロックして、余計な花粉が来ないようにというふうに 先にブロックしてしまうというような仕掛けはこれだと思います。で普通の物質はあの鍵には全然はまんないし、ガタガタなので何もしないはずなんですけども、上から2番目の物質がいるとちょっと困るぞという世界です。それで、コレステロールから、本当は4段階じゃないと思ったんですけど、もうちょっと長いんですけども、テストステロン、男性ホルモンが作られます。でこの時に途中に鉛がいると、男性ホルモンがちゃんとできないと。で男性ホルモンがちゃんとできないと、その後そこから先で女性ホルモンができてくるというはずなんで、ので男性ホルモンが足りないので女性ホルモンがさらに少なくなっていってしまうと。あるいは女性ホルモンを作るところが阻害されると、ユキスズって言ったの船底に、なんだ、藤壺がつかないように、塗られてた物質なんですけども、それとかあとは防カビ剤、果物に昔こう塗られて輸入で入ってきたやつと。で今は、濃度とかコントロールされてるからこういう影響ないような濃度にコントロールされてるはずなんですけども、そういう、防カビ剤が、ホルモンを作るところの邪魔をするということをしている。あとは、真ん中男性ホルモンを、ですね、フィナステリドって確か、血管収縮剤かなんかであの血液をあの凝固させて血止めるときに使う薬だったと思うんですけども、そういうのがあるとあのお医者さんのコントロールのもと使えばいいんですけども、まあ、余計にもしもあったりすると予定したものではない別のものに変換されてしまうので男性ホルモンが消費されちゃうとか、あるいは、男性ホルモンが別のものに右上変な変換をされてしまったと。そうすると男性ホルモンとして働かなくなってしまうというようなことが起きるそうです。なのでこういうやつらをどうにかしないといけないっていうんでいろいろ、濃度のコントロールとかされてたと。あとは甲状腺ホルモンです。で、甲状腺ホルモン、これ体の中にある割と簡単な構造の仲間なんですけども、PCB、絶縁油に使われてたやつなんですけども、これが真ん中の酸素ないぐらいなんですけども、まあ、体の中に入ると甲状腺ホルモンと間違えて働き出しちゃうと。で、働いてる証拠として、PCB が入ってくると体の中でこういうふうになんか、代謝物として出てくるそうです。でこういう体に悪いやつ、まあリスクがどれくらいかっていうのがやっと分かってきたっていうのは本当に2000年だ、ついここ20年でやっと、どういうやつがどれくらいだったらば大丈夫ですか、危ないですっていうのが分かってきたと。でしかもこの、まあ、2002年までしか書いてないですけども、30種類弱だったかなぐらいしか、まあ、リスクが明らかになってない、まあ、今後どんどん明らかになってきて、今明らかになってきてますけども、なので
やばいと分かったのが実はつい最近と。あとは DDT とかは、戦後の農家の、除草剤、あとは床下になんか昔巻かれてたっていうのを聞いたんですけども、それなので農家のお嫁さんの母乳になんか結構な濃度で移行してたとかいうのをここの先生に教わったことなんですけども、そういうやつら、まあ、あります。で PCB とかも似てますしという、こういうやつらがいると、まあ、体の中でいろいろ悪さをしてきますよというような仲間です。あとは最近だいぶ効かなくなってしまったんですけども、ビスフェノール A っていう物質で、あれが、体によろしくないっていうのは聞くんですけども、カタカナで見ると何なんだろうって思って、でこの構造式を見せてもらうと僕は落ち着くと、あどことかに効いてきそうだなっていうふうに眺めてたりする。それで、ビスフェノール A、 ポリカーボネートの原料の一つです。でこれとあとホスゲントを重合させて、まあ、いろんなプラスチックの原料に使われてるんですけども、重合完全にすればいいんですけども、残ってるとアウトになっちゃうよというんで、何 ppm 以下にしなさいっていう法律まで決まってる物質ですね。2つ目のやつは、ビニールのおもちゃ、柔らかくするために使われてる物質で、これが、ビニールの中に残ってて、それを、まあ、赤ちゃんなり小さい子がしゃぶっちゃうとよろしくないっていう仲間、なんとなく今まで見てきた化合物のどっかに似てるなっていうふうに見えるというような仲間たちです。で、あとは、もう最近はもう焼却炉とか、家庭用のがなくなって、なんだ、ゴミ処理場の焼却炉ももう2000年代でもうきれいに、変わってるので問題なしなんですけども、燃焼させるとこういうダイオキシンが出てきますよというふうに騒がれたと。でダイオキシン、800度ぐらいまでのところだとちょうどダイオキシンが合成されてしまうと。だから炭素源があって、あと塩素源があると、ダイオキシンができてしまうっていうんで、今1000度以上で焼却場燃やせという命令が出て、で当時はこれで、OK だったんですけど、今省資源でゴミをなるべく出すなということから、関東地方のある焼却場はゴミが足んないので隣の県からゴミ引き受けてきて燃やし続けるとこういうことをしているところもあるそうです。で結局1000度で燃やしててもゴミ燃やすものないっていうと温度下げて下がってきちゃうので、その時に結局ダイオキシンできちゃうと。で一遍火入れたら1年間燃やし続けるというために、隣の県からゴミをいただくというようなことをしている物質の仲間です。お、急ごう。ちょっと飛ばそう。でダイオキシンの、困ったところは、まあ、一番有名なのはベトナム戦争の枯葉剤で、まあ、ケージなり何なりというようなものとか、乳がん、子宮内膜症とかいろいろ増えたよというようなところから始まって、あとは免疫が落ちてしまった、であとはというようなことが、いろいろ分かってきたやつらです。で、まあ、戦後になって一番最初がそのモンサント社ってアメリカの、農薬会社が、事故で、撒き散らしてしまって、で周囲10キロ四方だったっけ、20キロかな、は未だに住めないように、封鎖されているというようなことがありますし、あとは76年、イタリアのセベソでやっぱり農薬工場が爆発して、100キロ超のを超える120キロ、ダイオキシン飛び散らしてしまったと。でその周辺の人たち乳がんが増えたっていうふうに言われてんですけども、10万人あたり8人だったのが10万人あたり9人に増えたっていうんで、受け取り方によっては確かに増えてるし、いや誤差だろうっていうふうになってて、結局その答えは出てないんですけども、まあそんないろいろ事故が起きています。だから今結局、結論出ないまんまこういう事故がありましたっていうところで終わってしまってるやつが。で、僕がもう一つ疑問に思ってるのは、そのダイオキシンで、まあ、これ半分死んでしまう量どれくらいですかって言った時に、モルモットだと 0.6 から2、マイクログラム、非常に微量ですね。でこれが、1キロあたりなんですけども、
ナット同じ仲間だと思うんですけども22から45に増えると。だから、100倍で、同じ仲間でもうちょっと下に行くとマウスっていうのがいて、そうすると114から284っていう、一体どれを信じればいいんだろうということで、どれを選ぶかによってリスクが制限が変わってくるっていうのは非常に難しいなと見てます。僕から見るとハムスターも仲間だろうと思うんですけど、そうすると5000とかいいんで大丈夫になってしまう。あ、大丈夫なわけじゃない、半分は死んじゃうんですね。で、法律では確かラットを基準にして作ってました。時間ね。それで化学物質って、ここまで危険だ危険だと脅かすと全部危険そうに聞こえちゃうんですけども、毒性が現れなければ0、毒性アウトであれば1で、その間で、どれくらい危険ですかっていう割合と、あとはどれくらい使うか。だリスク1のものでも、入ってくる量が0であれば別にいいんだし、ということで模式図いった。で、発がん性あるやつは、もう少量のとこからもう立ち上がっていくと、毒性ががっちり出てきてしまうよというのに対して、普通の物質はあるところまではリスク0。だからその代表例がお塩、1日 10g 塩を取ると、胃がんになりやすいかなりにくいかっていう、確かそれぐらいの限界値があって、それ以上取ると胃がんになりやすいですよということで、あの普通の安全な物質だと思ってるのも取りすぎるとアウトになってきますよという仲間ですね。で、僕ら化学やってる人間はその発がん性物質で全然危ねえって脅かされるんですけども、あの正しく扱えば、今のところ病気にならずに生きてるので、なので皆さん利口に来るので、ぜひそういう正しい扱い方を覚えて危険ないように扱っていってほしいと思うんですけども、で問題はその環境ホルモンの仲間にその少量のところでぴょこんとこう危険率が立ち上がっているところがあると。でこれが急性毒性ってやつで、その後100に向かって進んでいくんです。それは、慢性の毒性っていうやつなので、少量のところでぴょこんと立ち上がっているっていうのが非常に怖いところなので、こういう特徴があると、ちょっと取り扱い本当に気をつけないと危ないよと、出てきちゃ困るんですけど、ね、で、ちょっと前にあのオレンジ革命で、あっちの方の国の人が、あのかなりのイケメンの方が、某国のスパイによってダイオキシンを飲まさせられたんでね、確かね。それで、そのスパイはちょっと下手くそだったんでね、だからほんの少量を飲ませると本当は死んでくれたはずなんだけども、その人は顔がぐちゃぐちゃにこう皮膚がんになってしまったと。だから急性毒性のところより多いところを与えてしまったので、逆に命助かったとで、それで良かったかどうかではなくて、なので、もうちょっと少量にしておくと本当は死んでしまったのかもしれないという、そういうのが、恐ろしいところですね。なので正しく扱わないといけない。これもいいか、まずいかな。それで、ちょっと時間ないんですみません。人の場合だとダイオキシン入ってきても 50% が体の中取り込まれちゃうそうです。脂肪のところに溶け込んでいくんで、ね、で体の中の半減期が 7.5 年だそうです。なのでそれを勘案していくと 43. いくつっていう、あの体重1キロあたり1日取っても、一応いいだろうっていうか、リスクが考えられないとレベルかなというふうになって、実際にはもっと厳しい数字です。日本11とかだったと思うんですけども、でドイツとかは7とかもっと厳しく、してあります。でこんなふうに言うとリスクやって、ありますね。あとはさっきはちょろっと言ったあの母乳のところでこんなのがなんか出てるっていう話を先輩から聞いたやつで、人間に悪いだけじゃなくて、野生に、そもそもが野生の動物から異常が見られるよっていうんで、スタートしたようなものですけども、アメリカで、貝が、オス化したよとか、なので結果としてあの船底の鈴を使っちゃいけねえよというシステムになったよというようなところから、いろんなところ、いろんなことが起きているのが知られていますと。で、人間が生きていると必ず公害を起こしますという悪いことを言おうと思ってて、で1万2000年前ぐらいにあのそれまで狩猟してて、動物をこう
を、まあ、生きていくために取って、食べていくわけなんだけど、今でいうとマグロがあの世界資源厳しいよと。だから昔と同じことを 今の人もやってるのかなと。で、資源管理しないといけないんですけども、で、まあ、そういう動物を、追っかけて生活するの大変だっていうんで、定住して、お米とか麦とか作るようになって、で、なんだけど今今度人口が増加して、その食料がやっぱり足りないとかいう状況になってきてるし、なので人間はいまだに同じことを繰り返してるなと思うんですけどね。で、さらには5000年前に、まあ、農村から都市部に出てきて、でいろいろな仕事をで働くんですけども、その時代は、ヨーロッパでペストが流行して人口の、ね、大部分が消えてしまったというようなことがあったりとか、あとは一番最後は、産業革命で、それのとばっちりで今 CO2 のところがいじめられてますけども、でもまあ人間の活動を、上手に、取り入れてバランスをよくね、ゼロにすることはできないので、バランスよく取り入れていくと、より良い生活になっていくんだろうなというようなことが考えられますと。で、僕ら、なんか事件なり何なりって言った時の化学物質っていうと、あの化合物どんなやつだっていうのが、僕の場合は、新聞見てるとそういうの見たくなるという人です。最後おまけ、ある本から毒物の、半分致死量というのを拾ってきました。で、あのボツリヌス菌とかいろいろ言われてるやつは本当に少量でアウトなんですけども、で、それからずっと並べてって生産カリがあれぐらいでと。で、結構びっくりするのが最後の方に無理やり入れてきたやつです。アスピリンとか、モルヒネとかそういう、まあ、医薬品ですね。でもまあ大量に取ればやっぱりアウトですので、正しく使えばいい働きをしてくれるよというやつです。で、僕コーヒーが大好きでガブガブ飲むんですけども、カフェインがこんな量で、計算したら結構この値に近い量だったりするっていうのはなのでまあまあまあ、なので結構割と普通な物質が、身近に、扱い方間違えると毒になるやつらがいると。で、事件になったサリンガス と桁数でいくと、そんなカフェインもそんな変わってないので、まあまあ実は危ないんかなというようなものがあったり、合成麻薬とかね、そういうやつらも近いところに結構いるんで、そういうのを眺めてると、ああ危険なんだと思いながら、でもまあ正しく扱えば、いい働きをしてくれるっていう物質を最後ちょっと遊びで挙げてみました。で、まあ大学で勉強したことをそのまんま、はい終わりではなくて、でそれ身につけて、で今度自分じゃこういう別のことをね、どういうふうに見ようかなっていう、そういうふうに 見られるようになってくれると、まあ世の中ありがてえなと思って、普段は授業してるという感じです。以上です。ありがとうございました。何か質問ありますか。内容に関わらず何でも答えられる範囲では答えます遠慮せずに何かあるなので大学だと、例えばベンゼンっていうのは危険だって言われても、普通にっていうのは変だけど、ちゃんと正しく扱えば扱えるんだけど、これが企業に行くと、なんでベンゼンを使わないといけないんですか、例えば別のトルエンとかキシデンとかではダメなんですかっていうんで、いろいろ言われると。で、どうしてもベンゼンでないとこれぐらいの書類を書かないと使わせてもらえないんだっていうのを、同期のやつが、あの化粧品会社行って口紅作ってるやつが言ってました。なので、大学の仕事と会社の仕事はまた違うのかな。僕らはまずは役に立つものをとにかく見つければで、会社の人たちはリスクを絶対に負っちゃいけないので、危険なものはとにかく排除して合成するっていうんで、考え方は全然違うんですね。同じものを作りたいって言ってもね。なのでそういうのが、大学でやってるのは研究だけじゃなくて、企業行って今度工業化するのっていうのも大事な研究の一つなんで、いろんな知識身につけて、いろんなところに将来アプローチしてほしいと思います。さあ、何かありますか。OK かな。あと、もし何か後で思いついたとかいう時に、多分僕のメールアドレスバレてると思いますので遠慮せずに、メールしていただいて構わないです。高安@SSS ってやつで、乗っかってます
なので、答えられる範囲で返信しますので、もし何かあればメールとか、あるいは今回の連絡先に言ってもらってもいいですけども、遠慮せずに、勉強のためだったらコキ使ってください入試問題解いてってのはダメね何かありますか？ OK かな。そしたら、とりあえずこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。